注意点としていつも伝えてます。で、一人企業どんなジャンルがいいでしょうか。どのジャンルで何で一人企業するのかってことなんですけど、まあこれはリアルビジネスとインターネットビジネス考えたらインターネットビジネス一択ですよね。ネットビジネスで必ず一人企業するっていうのはなんでかというと利益率 90% 以上でですね、しっかり利益を出せるんですよね。で、売上が毎月毎月なくてもきちんとですね、固定費が小さければそんなに焦らずにですね、減っていくお金もなくですね、年間でちゃんとゆっくり見ていけるっていうのがその固定費の小さいビジネスの、メンタル的なところですよね。社長のメンタルすごく大事ですよね。やっぱり社長が焦ると変なお金にならないですね、めんどくさい仕事を手をつけて余計な大事な時間を取られてしまうとかですね、本当にやるべきことに時間を割けなくなっていったりとか、そういうことがありますので、まあ一人企業どんなジャンルっていうのは、まあネットビジネスの中でのジャンルっていうことであれば LINE 公式アカウントで